亀田総合病院腫瘍内科の大山優です。がん化学療法が一般的となり、一般内科の先生でも抗がん剤を使用している患者さんに遭遇する機会があると思います。そのような先生方、コメディカルの方々ががん患者さんに適切に対応していただけるように、この番組では各がん種ごとに今どのようながん治療が行われているのかをコンパクトに解説していきます。では今回は頭頸部がんです。頭頸部がんはですね、耳鼻科領域で扱う頭と首にできる悪性腫瘍全体を指します。主に咽頭、喉頭、口の中、ここですね、鼻腔、副鼻腔などが原発の扁平上皮がんです。それと唾液腺由来のがんがあります。でリスクファクターとして飲酒と喫煙があります。で、まあ、自然と高齢の男性に多いんですね。でそういう患者さんはどうしても併存疾患が多くて、まあ、標準的治療が困難な患者さんもいらっしゃいます。で最近HPV、ヒト乳頭腫ウイルスが原因のがんも増加しております。で米国の研究では男性では約 45% に感染していると言われています。でそういう、が関係したがんの、年齢層は少し若めになります。で米国ではそれを予防するのに、HPV ワクチンも推奨されています。でこのがんの特徴はですね、ある程度進行していても放射線、手術、抗がん剤を組み合わせた集学的治療で根治を目指せることです。ただ治療後ですね、咽頭や喉頭、まあ、喉の機能障害が一生涯残ってしまいます。で発見時によくある症状です。以前からですね、口の中の表面が、ベロの脇とかですね、歯肉とかがザラザラしていて、そこが最近急激に大きくなってきたと。であるいは首のリンパ腺が腫れてきたと。あるいは鼻から出血する、あるいは喉の違和感ですね。ただなかなかお医者さんにみんな来ませんので、そのまま放置してくると、飲み込みにくくなったり、ひどくなると息が苦しくなってきて医療機関を受診します。ここにステージとですね、大まかな予後が書いてあるんですね。で我が国ではですね、はっきりとしたデータは、全国レベルはないんですけども、主に欧米のデータです。ただ日本も欧米と同じように治療するとですね、大体同じような予後になると想像されます。でステージ、1から4までここにあります。で1はですね、他のがんでも皆さん分かるように、局所にあってですね、非常に小さいんですね。でステージ2だとちょっと大きくなって、でステージ3になると、大きいプラスこの首のリンパ腺にちょっと転移します。でステージ4になると非常に局所が大きくなっているか、原発層ですね、あるいは首のリンパ腺も多数転移していると。でここに5年、大体おおよその5年生存率書いてあるんですけども、なかなか数字は覚えにくいんですけども、早期だったら治る人は9割くらい治る人もいますし、ちょっとよろしくないと5割くらい落ちると。で多くがですね、大体ステージ3あるいは4で病院に来ることが多いんですね。で大体そうすると3から6割って書いてありますけども、大体おおよそ4割くらいの患者さんが治るって考えていらっしゃれば結構です。先ほどのステージの表に加えて、原発腫瘍の発生部位によっても予後が異なります。ここに書いてありますように、喉頭や上咽頭は、放射線や抗がん剤が効きやすいので予後が比較的いいです。で下咽頭や、上顎鼻腔は予後が悪いです。その中間の口腔、口の中ですね、あとその奥の中咽頭はその中間です。でどこから発生した腫瘍でも、相当進行した症例は当然予後があまり良くないです。続いて頭頸部がんの治療についてお話しします。それでは治療です。頭頸部がんは、頭頸部や喉にできるので、非常に複雑な構造です。で、外科的な治療をする場合に高い技量が要求されます。そのために施設によって外科的な治療方針に差があります。でその治療方針の差によって放射線や抗がん剤の治療方針もやや異なってくるんですね。